里崎チャンネル。もちろん。こんにちは。さあ外国人スカウト。はい。編成チェック。はい。今日はオリックスバファローズです。はい。でオリックスはね、ブルーウェーブからのバファローズっていうところもあるんで、はい、まあそこはね、まあ同じ系列っていうかね、はい、大元は一緒なんで。うん、そのもう99年のまとめてっていうところになりますけども、はい、順位的には横浜阪神日本ハムロッテ、今のところセリーグが結構来てますね。そうですね、外国人うまいのかな、大物がまあ結構いる感じですね。そうですね、だから大物を取ってくるっていうのもね、うん、大事ですよね、うん、ロッテも見てもやっぱりねいい選手はいるけど、うん、やっぱこうドーンっていうのがないもんね。だから何気にやっぱりロッテも、うん、中でいたらおベニーとかいいじゃんと思うけど、はい、こうやって見比べていくと、はい、なんか大したことなかったのかな。もっとすごい人いっぱいいますね、うん、そうだね、世の中広いね、世間は広いね、上には上がいるっていう、はい、ということで、はい、今日はオリックス、はい、はい、もうオリックス、もう佐藤さんが作った資料パッと見る限り、はい、ランクは多い、めっちゃ多い、印がついてるのはめちゃくちゃ多いです、いっぱいいます、はい、だ99年、はい、打者ドネルス、うん、A プリアム BB、うん、ペレス無印、はい、ピッチャーはハタド C、ミムズ C、バンクス、バンクス無印、はい、だこのプリアムはね、はい、あのロッテの18連敗17連敗目を黒木さんからレフトにホームラン打ったっていうね、はい、2アウトかなんかからっていうのがプリアムですよ、はい、でもこの当時まだ1軍にいないから正直よくわかんないんですよね、はい、で2000年アリアス A、 この後阪神に行っちゃいます。あ、そうせっかく取ってきたのに取られちゃう、はい、あとマルセド無印、ナナリー無印、ピッチャープリード C、ブローズ無印、はい、もうここら辺とか知らないもんね、うん、同じバレーグにいてもやっぱり1軍にいないから、はい、正直、まあ、そうですよね。で2001年、はい、打者ビティエロ B、うん、ピッチャークデソン B、 ヤーナル無印、よ無印、はい、だからヤーナル、でもヤーナルは福浦さんが今まで出す対戦した中で一番球が速く感じたのはヤーナルらしいです、僕は知らないんですけど、はい、そんなに投げてないんですかね、はい、だからヤーナルが一番早かった、まあ、でも2年間いたのか、はい、はい、2002年シェルドン B、はい、セギノール C、はい、2002年いて日本ハムいて2010年にまた帰ってきます、はい、あ2003年、はい、オーティズ A、 ブラウンウェイ、この2人すごかったですよ、うん、めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃ打ったっす、 A はすごいですから、はい、うん、ピッチャーフィリップス無印、はい、でだからこのね奥さんが違う同い年の子供がいるオーティズですよ。あれ出てきたオーティズか。そうそう、オリックスに来て、はい、でロッテ、はい、でソフトバンク西武かな。あ、なるほど、はあはあ、結構いろいろ行きましたよ。あれロッテって後の方ですか。でロッテは2番目です。2番目か、はあ、あじゃあその後ですね。そう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 、はい、あとムーア無印で2005年サイモン無印のブランボー C、はい、ガルシア C です、うん、ガルシア WBC メキシコ代表ですからね。はあ、でピッチャーは2005年、はい、JP パウエル B、 JP パウエル、はい、はい、でバーン無印、パーラ無印、うん、スチュワート無印です、はい、で2006年打者グランボースキー無印、はい、でピッチャーデイビー B、 デイビー最初苦手だった、うん、グリーンと同じように、はい、なかなかタイミング取れなくて、はい、長身でね、はい、めちゃくちゃでも最後ら辺はタイミング合わせるようになって打てるようだったんですけど、はい、なかなか難しかったです、ね、へー、あとセラフィニ、これロッテからセラフィニ行ったんです、はい、でもうちょっと落ちかけてたんで、はい、無印オバミラ無印のカーター D、うん、ラロッカ B、 だからラロッカ広島にいてね、はい、全然アイス避けないの、はい、こうかぶってきて、うん、すぐ当たるデッドボール、あーデッドボール多分ね何十何個も1年間で全然避けなくて、でも体張りますね、うん、張ってんのかどうか分かんないけど、だからインコース攻めづらいからアウトコースでバンバン打つし、うん、本当にややこしいバッターだった。へー、アレン無印でタフィーローズ S2G、うん、で2008年にカブレラ、はい、SG3、 あ、まあでもここできましたね、はい、うん、ちょっと大物が、はい、でもね、はい、タフィーも近鉄ジャイアンツのオリックスなんで、はい、ここに在籍した時だけの数字なんで、あ、まあ確かにそっか、これタフィー全部だと、はい、ひょっとしたら昨日の動画か、はい、この前の動画の横浜のローズみたいに、はい、あ、だからこれね、一気に稼いでくれる、一球団にいるか分散するかによって成績も分散されるんで、はい、その在籍した時だけなんで、うん、だからね下がるんですよ。そうですね、ローズだけだったら多分もっとやばいですよ。そうですよね、はい、一人で言ったらいくつになるんだろう。いや、それは終わってからでしょ。そうそうそう、はい、バレちゃうから、はい
だカブレラも西武時代入れておくともっと違うんですよ、うん、はい、でもオリックスやると SG さん、うん、でその後2009年ホセ・フェルナンデス B です、はい、だホセもね、はい、ロッテ西武楽天オリックス行ってるんで、はい、全部合わせたらもっとすごいかもしれないですね。でピッチャー、コロンカオルティズヤング無印、うん、2009年レスター D ドボーグルソン D、はい、10年バルディリス、この阪神の、うん、はい、A です、うん、でバイナムカラバイオ無印、バイエスタス、はい、バイエスタス、はいはい、一軍昇格なしです、はいはい、で2011年イスンヨプヘスマン無印、うん、はい、ピッチャーフィガロマクレーンパクチャンホ無印、うん、で2010年イデホ来ます、はい、A です。おでこの後行くんでしょ、ソフトバンクに。だこれロッテ、韓国ロッテなんですよ、うん、ロッテ来ればいいのにっていうね。そうですね、あ思ったんですけど。でスケールズ無印、はい、でピッチャーミンチェ D、 ここもどんどん西武にいてね、はい、でベクチャンスン一軍出場なし、うん、マエストリ D、 で13年野手ロッティーノ無印、はい、でピッチャーはディクソン、うん、今もいます抑え、はい、が C。 え、ディクソン C なのって思う方いるんですけど、はい、これも仕方ないんですよ、一律の数字でやってるんで ね、うん、そうですね。ディクソン結構長くいるんですね。めっちゃだから13年が13、14、15、16、17、18、19、28年です。8年もいるんですよ。すごい、はい、そうなんだ。で、ハモンド一軍未出場、うん、はい、シュルツ無印、ミルズ無印、タンズラ一軍未出場、はい、一軍未出場多すぎる。10年から14年かけて4人もいるもん。そうですね、これちょっと問題あるね。うん、野手14年からヘルマン C、はい、ベタンコート無印のペーニャ A、うん、バトラー無印、ブランコ無印、チャベス一軍未出場、うん、モレル無印、クラーク無印、ボクセビッツ無印、うん、16年までピッチャーバリントン、コーディエ、ミッシュ、無印。もうこう無印絶好調。もうそうですね、うん、固まってますね。で17年から、はい、ロメロ BB、 こ楽天に行った、はい、でマレーロ C、 ホームベース踏み忘れ、はい、うん、ホームラン打ってあれそうですね、はい、ありましたね。で17ピッチャーウエスト無印、うん、コーク無印、ヘルメン B、はい、で18年アルバース、エプラー、ローチ無印、うん、でヒギンスが B、 B で打者は19年からヘネセス、モヤ、ロドリゲス、ジョーンズ無印です。はい、うーん、結構まあなんかばらけてるんですけど、はい、この表現悪いですけど、うん、小粒感否めないですね。横浜の時は、はい、ドーンみたいな、はい、もう一発ドーンみたいな、2人3人がガーッてみたいな、うん、なんか見た感じ、はい、全然いないねみたいな感じだったんですけど、はい、ドーンドーンみたいな、はい、だからオリックスはゾゾゾゾゾゾゾっていっぱいいるけど、なんかうんみたいなね。点数はでももしかしたら稼げるかもしれないし、数打ち当たる作戦で、はい、じゃあちょっと集計してみましょう、はいはい、さあということで集計が終わりましたけども、はい、在籍平均年数は 1.92 年、うん、だからそんなに悪くないですね。そうですね、結構比較的長くています、はい、そうですね。で77人の外国人選手取ってるんで、はい、若干多めかな。多めですね、うん、はい、さあということで、はい、得点発表します。はい、じゃるじゃん、174点。おっ、えパリーグ1位。あ、今んとこパリーグ1位です。じゃあ暫定3位。3位だ。セリーグのやった阪神、横浜、オリックス、日本ハム、ロッテです、うん、なんかに俺パリーグの方が DH 使えるから、はい、いい外国人いそうな雰囲気あったけど、うん、そうですね、何気に。いや、セリーグは多分大物がドーンっているんですね。ねえ、うん、あとやっぱこのね、はい、分散、ローズとかカブレラ分散しちゃうからね。生涯の成績でいうとかなり大きい点数が過ぎるんですけど、それがこう何球なんかに分かれてます。しかもこうオリックス来てる時晩年だから。あ、そっか、どちらも、はい、だからカブレラとか西武の時やばいかもね。そうですね、タフィーもね、近鉄ちょっと今回やんないんですけど、ジャイアンツの時すごいかもかですね、はい、まあ、そういうのもありますよね。そうですね、横浜はローズが長年いてくれたからのせいだっていうのもありますし、だからあの、うん、200点がラインかもわかんないね。そうですね、何気にね。いや、でももっともっと行く球団あるかもしれないですからね。そうですね、まだわかんないですよ。まだ5球団ですからね、はい、はい、次回お楽しみに、はい。